皆さんおはようございます。美しい国、日本のためにの時間で、あります。今日はですね、ちょっと難しい話かもしれませんが、財政健全化ということについてお話ししようと思うんですが、まあこの財政健全化、そしてプライマリーバランスという言葉があるんですが、お聞きになったことがあるかないかちょっと分かりませんが、財政健全化ということは言うまでもなくですね、まあ会社でもですね、儲かってるのか儲かってないのかということが大事でありまして、まあ収支トントンということがですね、まさにプライマリーバランスなんです。日本の政府のですね、歳入と歳出というのがあるわけですが、これを足すとですね、ゼロになるというそういう方向に持っていこうという、つまりプライマリーバランス、を目指せということなわけですね。これこそまさに財政健全化だという話で、あります。このプライマリーバランスという言葉を言われてですね、10年以内にこれを達成するということを言われた有名な方がいまして、ご存知の竹中平蔵先生であります。2001年でしたか、小泉内閣においてですね、小泉首相に日本の経済はあなたに丸投げするというふうに言われてですね、小泉内閣における経済を主導してきたのが竹中平蔵先生ですね。この竹中先生が唱えられたのがプライマリーバランス、すなわち10年以内にですね、財政歳入と歳出、これがゼロになるように努力をしましょうと、つまり日本は財政健全化しなきゃいけませんよということなんですよ。で、まあ現在でもそうなんですが、日本のこの国の債務ですね、主に国債という国の借金、これのまあ累積残高というのはですね、先進国の中でも群を抜いていまして、アメリカがこの頃ですね、債務超過だと言って騒がれているんですが、それでも GDP に比較すればですね、160% ぐらいなんですね。その前は3、4年前はですね、GDP 比100トンで 6% とか、まあ大体 110% 以下だったんですがね、まあ 160% になったといって、今アメリカでは大騒ぎになっているわけであります。では日本はどうかということになりますと、日本の債務総額の GDP 比はなんとこの前までは 150% だったんですが、もうじき 300% にですね、南々とするという、まあ世界で、群を抜いてですね、多い負債を抱えているというのが日本なんですよ。そして毎年毎年ですね、赤字国債を発行して、赤字国債っていうのは国の借金を払うためにですね、手形を発行して、手形すなわち国債ですね、国債を落とすためにまた新たな国債を発行して、それで落とすという、まあいわば、これのことを赤字国債と言うんですよ。それがですね、ずっと増え続けているためにですね、日本の財政累積赤字はですね、増える一方、減る見込みがないということですから、言うなれば財政健全化ではなくてですね、財政が毎年毎年悪化しているというのが今日の日本なんですね。まあいろいろ難しいことを言う人がいますが、日本の財政は潜在的破綻状態だというふうに言われているわけですが、まあ、潜在的に破綻状態ということはですね、日本の国債は、返済される見込みがないという意味なんですよ。そうですね、毎年毎年、会社でいうと毎年毎年赤字続きで黒字になる可能性がないと。そして給料その他いろいろ支払いが多いためにですね、融通手形を発行すると、
融通手形と商手、商業手形っていうのがありましてね、商業手当っていうのは、手形というのは皆さんご存知の通り、会社を経営するため、材料を買ったり、いろいろですね、会社運営のために必要な資金、これを調達するために発行する手形、これはまあ、商業手形というんです。ところがですね、この融通手形っていうのはですね、借金したその手形の期日がやってきてですね、手形を落とさなきゃいけないと、しかしながら落とせないと、だからまた手形を発行してですね、そして割引いた現金で前のこの手形を落とすと、まあ自転車操業ですね、これを繰り返しているのが日本なんですよ。だから潜在的、もう今はまだ財政が存在しているけれども、やがてですね、財政は破綻するだろうという意味で潜在的破綻財政、財政潜在的破綻財政というふうに言われているわけなんです。したがってですね、財政健全化ということで歴代の内閣はですね、これを掲げて一生懸命努力をしているということになってるんですが、どんな努力をしているかは別としまして、まあ、政治は結果ですから、結果的にはですね、毎年毎年累積赤字がこの膨れ上がって、とうとう2200兆円ぐらいですかね、GDP が500兆円ですから、もう完全に、250%、300% というふうに拡大しているわけであります。そして一方ですね、財政、毎年毎年の財政は赤字続きで、どう考えても黒字になる可能性はないということですから、これ払いませんよね。債務不履行することはもう火を見るよりも明らかというのが今日なんですよ。そうしたらですね、日本の国債はのバリューはですね、地に落ちるんではないかと。そうですよね、国債が不履行になることが決まっているような国のですね、債券を買う人がいるんですかね。売る人はいても買う人はないというのは、これがまあ経済原理っていうんでしょうか、当たり前の話ですね。そうすると日本のですね、国債がどんどん下がると、そうすると日本の金利がどんどん上がっていくと、国債の価格が下がれば国債の利回りがどんどん上がっていきますから、まあ、例えば10年ものの国債の利回りがですね、どんどん上がっていけばですね、日本の市場における金利もどんどん上がっていくわけですよ。そうすると大不況になりますよね。まあ、これが普通に考えると日本がなっていくだろうという姿なんですが、実際はご存知の通りですね、まあ、今、ドル円相場は147円という、まあ、安値がついているわけなんですが、これは別に潜在的、日本の財政は潜在的破綻状態だということが理由で、円安になっているわけではないんですよ。ドル円、日本とアメリカとの間の金利差ですね、日本は金融緩和、アメリカは利上げをやってるわけですから、当然ドルが高くなって円が安くなるという、そういう理由でですね、円安になってるんですよ。決して日本の財政が潜在的破綻状態であるということが理由で円安になってるわけではないんですよ。まあ、2、3過去の例を考えてみますと、まあ、これは2009年から2010年ぐらいだったんですが、覚えてらっしゃる方いるかどうか分かりませんが、イタリアの財政が破綻しそうになったんですよ。で、破綻しそうになった時、イタリアのですね、債務は GDP に対してどうだったかって 160% ぐらいだったんですよ。でもこれも絶望的だということでですね、 IMF がこれを支援しなきゃいかんということになりまして、ちょうどその頃中川翔一先生が、財務大臣をしていられまして、で日本は IMF にですね、日本の金額にして約10兆円ほどのですね、拠出をしまして、それと見返りにですね、IMF の SDR という証券を手に入れた。すなわち SDR とですね、米ドル、ドル債券ですよ、ドル債券と交換したわけですよ。まあ、今までにそういうことをした人はいないんですけども、
日本は不分率っていうのアメリカとの間に不分率が財政金融上不分率がありまして、日本が保有しているつまり外貨準備に持っているアメリカの債券、まあアメリカの国債ですね、これを決して売ってはならないと、増やすことはあっても減らしてはいけないという原則がありまして、まあこれはアメリカの利益のためといえばそれまでなんですが、アメリカの借金をですね、いつも抱えてろと、アメリカの借金を増やすことはいいけども1ドルたりとも減らしてはならないと、まあ言えばそういうことなんですよ。ところが中川翔一先生はですね、10兆円分のアメリカの国債を減らしたわけですね。そうしたらまあいろいろなことが起こったんですが、酩酊記者会見、 G7 の際にですね、酩酊記者会見で日本に帰ってきて責任問われて辞任と、それからしばらくしたら不慮の死と、まあ、こういうふうになったわけなんですが、いずれにしてもですね、この日本の財政というものはですね、客観的に見て潜在的破綻状態であるにもかかわらず、なかなかこの、円が暴落しないということなんですね。それはなぜかということをですね、また引き続きお話をしていきたいと思います。